約束通り、この婚姻届にサインをくださいね。気が早いかもしれませんが、新婚旅行はどこがいいですか希望がなければ、私は圧倒的にパリがいいな。そして夜景を見ながら、君の方が綺麗だ。とかなんとかって、ハネムーンパラダイス私、恋祈る全部勝ちましたアクセルさんが旦那様だったら、きっと毎日がアドベンチャーです。 夢のような時間旅行を繰り返し、ある日事故によって二人は離れ離れに、それで、あれ、どうしましたご、ごめんなさい私、悲しませるようなことを言いましたかここに名前を書いてくれれば、晴れて二人は夫婦です 小さくてもいいから郊外に庭付き一戸建てを買って、子供は最低4人欲しいです。ペットを飼うとしたら犬派ですか猫派ですか私は断然ヤブ犬派なんですけどって妄想が止まりません私、声を全部勝ちましたあれ私はあなたを知っているどうして初めて会うのにあ頭に声が見逃せこれは何の命令なの 私の勝ちですここにサインをくださいせっかちでごめんなさいでも私、素敵な式にしたいんです豪華じゃなくていい一生の思い出にしたい口果てた廃墟の教会で友人が神父様を務めて拳で金を鳴らしたりとかはははは悔いなし私、恋に祈る全部勝ちました,ましたチップさんが旦那様だったら、わ、私、大統領 私は作法作法で心が休まらずそしてある日敵の侵略で城が陥落するのでも「お前だけでも逃げろ」とか言われて私は「い,いえ、お供します」とかキャホホー婚姻届持ってきました独身殿方紹介してください 今から夢が広がります。二人はきっと永遠に新婚のような愛を育むのです。お互いをハニー、ダーリンとか呼んで、その素敵な関係が霊学されて、奥様は侵略者とかいうタイトルで、あはーよだれが私、恋祈る全部勝ちました 姿を真似ただけでは女子力を磨いたことにはならないんですよ私はウルトラ腹筋魔法少女ゴッドオブ思春期を毎週聞いて中身を磨いてますから中身の磨き方とりあえず形から入ってます。約束通りこの婚姻届にサインをくださいね 早いいいかかもしれませんがが新婚旅行はどこがいいんですか希望がなければ私は圧倒的にパリがいいなそして夜景を見ながら「君の方が綺麗だ」とかなんとかってハネムーンパラダイス私恋に祈る全部勝ちましたファーストさんが旦那様だったら小さな田舎町の医者夫婦凄腕の評判は瞬く間に広がって都会の大病院から声がかかるのでも 妻に会えない時間が増えるほど私の心は病んでいくとか言ってさすが断って婚姻届持ってきました独身殿方紹介してください <laughs> 今から夢が広がります二人はきっと永遠に新婚のような愛を育むのですお互いをハニー・ダーリンとか呼んでその素敵な関係が映画化されて奥様は侵略者とかいうタイトルで <laughs> 誰が私,私恋祈る全部勝ちました <laughs> なんというか女子力では勝てない圧倒的なフェロモンが出てますね自信をなくします <laughs> ここに名前を書いてくれれば晴れて2人は夫婦です 小さくてもいいから、郊外に庭付き一戸建てを買って、子供は最低4人欲しいです。ペットを買うとしたら犬派ですか猫派ですか私は断然ヤブ犬派なんですけど。って <laughs>、妄想が止まりません私、恋祈る全部勝ちましたカイさんが旦那様だったら、って <laughs>、最退者じゃないですかほう、これはとんだ早が点てんをしてしまいました。えっと、この場合は、まずカイさんが破局するところから始めればよいのですか ここに名前を書いてくれれば、晴れて二人は夫婦です。小さくてもいいから、郊外に庭付き一戸建てを買って、子供は最低4人欲しいです。ペットを買うとしたら犬派ですか猫派ですか私は断然野ブイヌ派なんですけど、<laughs> って、妄想が止まりません私、コイン祈る全部勝ちました <laughs> レオさんが旦那様だったら、って、私王妃じゃないですか じゃあ平民出身の私は貴族間の権力抗争に巻き込まれて方々からやゆの視線が刺さるの平然を装い毅然と振る舞うけどある日あなたがボロボロの私服で「老いは放棄したよ」とか言うんですギャッハー約束通りいい人紹介してくださいね。 もう婚姻届も用意したんです。相手はまだ見ぬ殿方ですが、きっと子供好きの穏やかな人ですね。子供は男の子でも女の子でもいいな。毎日成長記録をつけて老後の楽しみにするんです。<laughs> って、先走りドリーム私婚姻の全部勝ちました私と同じく花嫁修行中ですね。一緒に頑張りましょうえ、人妻ダイナマイトジョニーさんの い,いえ、知らない雑誌ですね。約束通り、いい人紹介してくださいね。もう婚姻届も用意したんです。相手はまだ見ぬ殿方ですが、きっと子供好きの穏やかな人ですね。子供は男の子でも女の子でもいいな。毎日成長記録をつけて、老後の楽しみにするんです。って、先走りドリーム私、婚姻祈る 女子力勝負なら女子力勝負なら約束通りこの婚姻届にサインをくださいね気が早いかもしれませんが新婚旅行はどこがいいですか希望がなければ私は圧倒的にパリがいいなそして夜景を見ながら君の方が綺麗だとかなんとかってハネムーンパラダイス私恋に祈る全部勝ちました ポチョムキンさんが旦那様だったら、私は夫の帰りを待ち続ける妻なんだろうな。任務任務と言っている彼も、子供ができたある日こう言うの。ここが俺の防衛戦線だ。とかなんとか。<laughs> <laughs> ラブ、これ見て、婚姻届けよ。 分も用意したの私が勝ったんだから、一緒に旦那様を探しに行く約束よ。そして果ては二人で一緒に式を挙げるの。相手も双子の兄弟だったりして、世間は奇跡のカップルとか言って、奥様は侵略者、セカンドシーズンからダブルヒロインのって、素敵設計私、恋祈る全部勝ちました <laughs> どうやら私の女子力の方が少し上だったよね、ラム。え、じょ女子力の定義その、 昔の日本発祥の言葉とかでね、キラキラとか、シャランラーとか、かわいいーとか。え、負けでいいなぜほら、シンここに名前書いて 結婚は人生の終点じゃなくて、真実の愛という名の始発列車なのよ二人の新たな景色をこれからたくさん発見していくのとりあえず手を繋いで歩いて、それで近所のおばさんから仲いいのねとか言われてばははエキサイティング私、恋に祈る全部勝ちました真が旦那様だったら、毎日がクライマックスなんだろうな。 それで私は、もうやっとか言いつつも、冒険の果てに財宝とか見つけてロマンチック次回作では、別居してるところから始まって、再び大冒険を経てロマンチックもうー私の勝ちですここにサインをください 勝ちでごめんなさい。でも私、素敵な式にしたいんです。豪華じゃなくていい。一生の思い出にしたい。朽ち果てた廃墟の教会で、友人が神父様を務めて、拳で金を鳴らしたりとか。あははは、悔いなし私た恋に祈る全部勝ちました,ましたスレイヤーさんが旦那様だったら、あ、さっきあ、あなた何者ですかこの凄み、本気で私を殺そうと 私じゃなくてスレイヤーさんに向いてる危ないスレイヤーさん逃げてここに名前を書いてくれれば晴れて二人は夫婦です小さくてもいいから郊外に庭付き一戸建てを買って子供は最低4人欲しいですペットを飼うとしたら犬派ですか猫派ですか私は断然野分犬派なんですけどえ、妄想がたまりません私恋実る全部勝ちました 旦那様だったらきっとお料理もテーブルごとひっくり返されちゃうようなサバイバル生活なんだろうなあても私の写真をいつも持ち歩いていてとか <laughs> <laughs> ここに名前を書いてくれれば晴れて二人は夫婦です小さくてもいいから郊外に庭付き一戸建てを買って子供は最低4人欲しいですペットを飼うとしたら犬派ですか猫派ですか私は断然ヤブ犬派なんですけど って妄想が止まりません私恋実る全部勝ちましたベノムさんが旦那様だったら私はきっとおっなど目取らないな,なんでですか私の勝ちですここにサインをください ごめんなさいでも私、素敵な式に祈いい <laughs> る全部勝ちました雑踏さんが旦那様だったら、きっと寡黙な夫婦生活なんだろうな。でも、ある日一言ぽつりと、すまないな、とか、感謝の言葉とか言われちゃったりして。<laughs> え ミリアさん以外に興味はない。残念です。